あー来たよー。ゆかちこ、はー、おはよう。おはよう。はい、おはようございます。ゆかちこさん、おはようございます。おかえりなさい。お、たかなさんもおはようございます。おかえりなさい。ゆかちこ、8時ちょっと前だよ。行くよ。は全員駆逐だよ。8時ちょっと前だよ。行くよだよ。全員駆逐してやる。行くよだよ。全員駆逐だよはやばいですね。何？進撃の巨人でも見ました？さて、いや花粉がやばいんですよ。やばい。花粉がね、すごいやばい。まずハイトプリ君が来たら謝れ。ちゃうよちゃうよちゃう。ずれたよ。ピュって指がずれ。よし、やっていきますか。自分のベッドじゃないのが置いてある。ゆかちこ、糸ぶわりさんくさ。あ、ちょっと待って。あそこ行けないんだけど。あ、ちょ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 、あそこ行けません。あ、やばいやばいやばい。ちょ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 、違うよ。あ、やばい。あ、置けない。よしよし。自分のベッドじゃないな。あ、よし。今日なんだったっけ。そうだ、ボスだ。ボスやろうと思ってた。ゆかちこ、ゆかちことのダブルベッド、わら。ど真ん中にね。真ん中持ってかれてるけどね。家主は端っこ寝るんですよ。まあ私なんですかね。私なんですが、さて今日はね、ボスをねやったろかなと。ボスをねこうガツーンってね、やりに行こうかなと思っております。ハルシカポンポン、おはようございます。8時だよ、行くよだよ。はーい、ハルシカさん、おはようございます。8時だよ、行けだよ、全員。ハルシカポンポン、全員行くよ。はコアキーパー。全員行くよ。コアキーパーもよくわからないんだよな。これ家ちょっとそろそろ広げる時が来た。さすがに寝室これだけじゃちょっと狭いでしょ。はい、すっきりした。はい、すっきりしました。とりあえずこれ植えて。
ゲットして、ゲットして、で片付けて、春鹿ポンポン、姉ちゃんますます花粉症悪化してるし、弟スケまで鼻ズビズビだから昨日耳鼻科行った。あー、いや、なんかすごいもんね、今回、今回、今年、今、今期、すごいもんね、もうやばいもん、ズビズビズビよ。耳鼻科からもらう薬結構効くくない？ゆかちこ、今 Amazon プライムでワンピースのフィルムレッド見れるから、ぜひみんな見て。フィルムレッドもう見れるの？さすが Amazon プライムさん、すんばらしいですね。春鹿ポンポン、耳鼻科の先生も今週末がピークだてよ。あ、そうなんだ。あー、花粉にもちゃんとピークがあって、それ今週末なんだ。なるほど、いいこと聞いたわ。耐えれるわ、頑張る、頑張れる。それを聞いたら頑張れますよ。ハルシカポンポン、奈良の話やがな。あー、そっちはか、そうかそうか、全日本全国ではない。なるほどね。福井はどうなんだろうな、いつがあれなんだろう。とりあえずやばいっすわ、とりあえずやばい、普通にやばい。あぶねえ、これじゃないよ。これと、ゆかちこ、杉以外のアレルギーもあるから今週末で終わらない200ペソ。もうやだよー、この鼻水ダーダーなの。なんとかならんもんかね。昨日ね、なんかオーナーの奥さんが耳鼻科行ってすごく効く。中国の黄砂も時期に来るしな。ゆかちこ、あ、黄砂も嫌い、黄砂も嫌い。力技だな、鼻を取るのは。力技ないよ。そう、耳鼻科行ってなんか薬、その花粉症用の薬すごくよく効くのもらってきたから、これ飲みなって言われて飲んだんですよ。ゆかちこ、行くよ、クリリンか。クリリン化しちゃう？クリリン化しちゃう？こう取る、こう、パーン、パーン、取れませんでしたね。なかなか取れないもんですね。鼻でも本当に取りたいなって思うぐらいやばい時がある。昨日もお客さんにコーヒー持ってって、どうせハゲだしちょうどいいやん。あれ、昨日もお客さんにさ、目のかゆみもやばいから眼科も行ったわ。昨日忙しかった。ああ、病院はしごしたんか。それは忙しいね。お疲れさんでした。病院時間もかかるしね。何の話してたっけ。ドブキャラみんな規格外に強いからみんな気づいてないかもしれんけど、地球人最強はクリリンやで。あ、そう、地球人最強はクリリンだ。おはようございます。地球人がいっぱいいるけどね、あれね。はい、高田さん、おはようございます。よし、ハルシカポンポン、奥さん18号ってだけで最強やろ。さあ、奥さん18号行奥さん18号強いよね。18号綺麗だしね。違う、ここか、食べ物入れ。ゆかちこ、18行かわいいよね。
ジェシー Q。ごめんね、ごめん、ごめん、ごめん。え、カムよ、最近。カムです。カムの。検診0811、おはようございます。おはよう。目がかゆいです。はい、検診さん、おはようございます。おかえりなさい。目かゆいよね。本当に。花粉よ、なくなってほしい。そう、うまくはいかないんだけどね。お、何これ。魚？そう、魚。魚、魚か。ついに魚にも手出すかい？ゆかちこ、我も花より目に来てる気がするかを。ついに魚にも手出す？あ、そうだ、これ拾ってくれたんだ。ハルシカポンポン、花粉の目のかゆみはバカにしたらあかんらしい。眼科にちゃんと行くべき言われたわ。あ、そうなの？そんなレベル？花粉の目のかゆみって。砂の地面。あれ？カビの壁。あ、ゆかちこさんが拾ったやつをここに片付けてくれたんか。そういうことね。そういうことだな。あ、そういうことだー。出ました、ね、今日も出ました。おはようございます。今日も出ました。ゆかちこがコンタクトだから余計良くなさそう。はい、お姉さん、おはようございます。おかえりなさい。貴重品、貴重品、貴重品。検診0811、嘘みたいな話ですが、花粉症で熱出る。いや、出る、ね、いや、全然嘘だと思わんよ。だって、ひどいもんな。ひどい、結構ひどい方なんじゃないですか、それは。あれ、何、症状。ハルシカポンポン、眼科が処方してくれるアレルギー用の目薬よく効くし。眼科他の目薬ね。何これ。はあ、とりあえず置いとこう。こういうのね、もうね、もう分かったっすよ。なんか綺麗にしようと思い出したらね、時間かかっちゃうから、時間かかっちゃうからさ、あんまりね、時間かかりすぎちゃうやつはね、もうね。ハルシカポンポン、粘膜系やられると熱で安いよな。気にしないことにしたんだよ。検診0811、眼かな、行くべきだな。粘膜系やられると熱出やすい？喉がやばい。眼科ね。そう、花粉症ってどっち行ったらいいんかよくわからんやな。そう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 。ボスやりに行きたいと思います。どうすればいいの？セキャンスキャンじゃないよね。これはなんだい？ゆかちこ、ボス呼び出すアイテム作らなきゃ。だから財力集めよう。オノエスカルチノフ、基本は耳鼻科で目薬も出たはず。ボス呼ぶアイテム。ボス呼ぶアイテム。何これ。ボス呼びアイテム。もしかしてこれ？スキャナー？古代の宝石なんてないですよ。あるわ。オノエスカルチノフ、右の取引のやつ。ジビカで目薬も出た。おお。ジビカでも目薬出るんだ。はい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 。じゃあどっちでもいいってことか。ジビカでも眼科でも。
右の取引のやつ。はるしかポンポン、うちの耳鼻科は目薬は眼科で見てもらってそっちで処方してもらってって言われたわ。オノエスカルチノフ、スキャナーはボスの場所探す。あ、そうやね。名前的になんか探しそうやもんね。これボス探して。え、もしかしてこういうの？こういうので？こういうのですか？うちのがん耳鼻科は目薬は眼科で見てもらってそっちで処方してもらってって言われた。何？あちこち行け、行け戦法ですね。熟練のルアー。そういうことね。これか、じゃあこれが必要なんか。これか。銅、ブリキ、鉄、真空石、金。検診0811、花粉症の飲み薬、ボアとして眠くて仕方ない。古代の宝石。そう、わかるー、わかるー。え、銅、金、真空石、オクタリン、ブリキー、ブリキー、ブリキー、ブリキがないです。古代の宝石待ってな。あれを倒すんやろ。そう、あるわ。ブリキだけない。なんてこった。これ何個ある？1個。あ、終わった。終わりました。早く無事に。ブリキ不足により、ブリキ不足により、ちょ、ブリキ取りに行こう。ブリキ、ブリキ上だよね多分。アゼオスと。ブリキにドリルかけてないの？ブリキ、あ、そういえばドリル、やってた、やってたよね。なんか扉、え？これ銅ですね。これ銅ですね。銅でしたね、これは。どうですね。マップ。あれ？ハルシカポンポン、弟助け。歯医者はないかは平気なんに、耳鼻科だけは苦手でな。いかなあかんのに、こたつの中に籠城し始めて大変やったわ。こたつ籠城してた。あれ？あれ？あれ？え？これ、これみんな、これ、これこうやってつけてくれてたのに、消えたんだけど、消えてるんだけど、みんなつけ、なんだこれ、みんなつけてくれてたのに、消えてるんだけど、消えてます。ゆかしくん、マスク同期戦買ったのでは？いや、前までね、ちゃんとついてたんですよ。ついてたんよ。こっちも俺、ちょこちょこ。オノエスカルチノフ、マップ同期してもダメかな？マップを同期？マップを同期。わからん。もういいや。ブリキ探しに行こう。ドリルか。ドリル。ゆかちこ、何個かピン立てたけどな。鉄と真空、そうでしょ。そう、立ててくれたんよ。ドリル作ってと、あと電気必要なの。発電機。ゆかしこ、トリマ粘土オウム行ってきや。粘土オウムとは。粘土オウムとは。粘土オウム、発電機、これね。はい、オッケー。
粘土ドーム。粘土の壁のエリアにブリキがある。粘土の壁のエリアにブリキがある。粘土の壁、ここか。ここですね。下か。オッケーオッケーオッケー。行こう。ブリキまずちょっと集めよう。ブリキ集めて。何回言っても覚えない、行くよ。じゃあ行くよ。多分ね、これ秒。本当に物覚えが悪いんです。僕は本当に物覚えが悪いんですよね。なんだろうな、なんか忘れちゃうよ。忘れちゃうの。ユカチコ、モーコンとシナプス死んでんのか？モーコンは生きてます。シナプスは死んでるかもしれんが。ここら辺ちょう？粘ドーム。ちょ、試しにちょっと掘ってみる？ここどこら辺だい？もうちょい下か。もうちょい下だね。粘ドーム、ここら辺と見た。ここら辺でしょ。うわー、すごい！いつの間にかこう一撃で掘れるようになってる。ハルシカポンポン、モデチェック入った。え？あと、ブリキ集めくらい、裏でやれ定期。ハルシカポンポン、ブリキ集めくらい、裏でやれ定期。めくら、めくらが、チェック入りましたね。めくらがチェック入った。先生、全然なんか光りません。壁が光っていません。まだまだ見たことないとかある？ハルシカポンポン、そこか。そう、めくらチェック入りました。あった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 、いいですね。金じゃね、今の。あ、これブリキっぽい、これブリキっぽい。どうせ真空石もさ、ちょっと作らなきゃいけなかったから。お、ちょ、誰誰誰誰、いた。あ、見つけました。これブリキッショー。あ、いやいやいや、ね、あれ？混んでよくね。はい、ブリキ確保、ブリキ確保したわ。んーで、ここを、はい、あ、よし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 。これさ、もしかしてさ、一生出てくる、こっから。もしかして、もしかしてだけど、一生出てきたりする？あれ、なくなることない？お腹が空いて仕方ない。さあ、設置できたし、一回帰ろっかな。多分もう集まってるでしょ、必要な分。1700個？1700個そんなに出るの、これ。すごい。ああ、で、結局あれな、こうやって壁掘って、こんなちょっとずつ、一個ずつとか取るより、
ああいうところをあのドリルでウィン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 ってやってった方が効率いいし、いっぱい手に入るってことだな。そういうことですよ。そういうことだ。好きあらば、好きあらば。一回帰ろう。これでアイテムは揃ったはず。検診0811、はい、2回目だな。今日は早いですね。このペースでいくとすごいよ。今10分に1回言ってるからね。いっぱい言うよ。今日はいっぱい言うよ。なんで思い出した。今日ね、仕事早いんですよね。仕事早いんですよ。だからちょっとだけ早めに終わるかもしれない。45分とかぐらいに終わるかもしれません。っていうか終わろうと思ってます。45分ぐらい。アイス足りた。足りましたね。え？金はこっちじゃないか。こんなもんかい？あ、いいね。あ、いいね。いいですね。で、ここに、はい、片付けて、銅10個で、鉄を10個金を5個で、これを10個ブリキがまだ1個あと何だっけ、宝石5個、はい、宝石3つとブリキが10個宝石3つブリキがあと9個ブリキあと9個だ。これは違う。どうだ。うん、でいいかな。どう、めっちゃある。これあれか、ドリルしだしたからか。なんかちょっと待ってる間にお腹空いたんで朝ごはん食べよっかな。最近朝ごはん早くない？こう花粉飛んでるからかな。なんかお腹すくような、朝からすごく花粉食らうとお腹減る説ある？これありますかね。ああ、ということで今日は朝ごはんファミリーマートさんでふんわり美味しいホットケーキメープル&マーガリン、久しぶりにホットケーキにしました。そういえばあの今なんですけど、ファミリーマート花粉とは関係なさそう。関係ないから。ファミリーマートね、すごいんですよ。これいつまでだったっけ。3月20日までか。検診0811、初めて聞いた、わら。いつまで出てくるかは分からんけども、あのね、ファミマね、見えますかね、ほら20円割引、パンを買うと次回のパン20円割引レシート出てくるんですね。はい、これでうまいこと最近もうファミマに通わされてるんだけど、毎回20円割引出てくる。これが、3月20日まで有効期限って書いてあったから、それまでは、出てくるんじゃないか、レシートで。って思います。いただきます。ハルシカポンポン、エコ割買ったら40円引きやん。そう。めちゃくちゃ引かれるでしょ。ていうか最近だけど、コンビニもついに値引き、なんかすごくしだしたよね。値引きとか、なんか、これ1本買ったら、
次週、次週とか。20円引きは嬉しいな。ね、嬉しいよね。次週、これプレゼントとか。このお茶買ったら来週、このお茶無料引き換え券が出てきますとか。昔そんな一切せんかった。値引きとかさ、そういうの一切せんかったもんね。うん。うん。ハルシカポンポン、キャンペーンでタダでくれるやつも多いしな。うんうんうん。それよ、それ。で、行きました。チャッキーン。一回行ってみる？一回。とりあえず、今の装備で。何が必要かも分からず、とりあえず行ってみる。タカタカだお、ガンバス。うん。頑張ります。ボス戦はね、楽しいもんね。ボス戦楽しいんだ、このゲーム。早いんか、もしやもしや攻撃が早いんか。そうだ、防具が弱いよな。パリパリ海苔のおにぎり美味しいけど、やっぱ海苔がポロポロするの困る顔。わかる、コンビニの。そう、パリパリ海苔のに美味しいよね。久しぶりにこの間食べたんですよ。久しぶりにコンビニのおにぎり買ってみて食べたんだけど、美味しかった。やっぱ海苔パリパリ美味しいよね。
ノリポロポロするね。だからもう気にしないところでこう外とかシンクの上とか気にしないところで食べるのがいいですね。ゆかちこ、最近直巻鮭おにぎり&パリパリ海苔ツナマヨおにぎり、オノエスカルチノフ、パリパリ海苔職場で食べるとポロポロ落ちたりして気になる。うんうん。過去、ゴミ箱抱えて食べとるとかね。ゆかちこ、オノエ、まさにそれなう。直巻き鮭おにぎり、わかるわー。鮭美味しいよね、おにぎりで。おにぎりの鮭好きです。おめでとう。鮭とゆかちこ、そっと床に落としてる顔。あとなんかそっと床に落としてる。さあ、あと昆布も好き。昆布、白昆布。オノエスカルチノフ、放置してて草。うん、高高だお、エビマヨだけ海苔が味付けだったりなかったりしますね、わら。ゆかちこ、清掃員さん頼んだ。うんうん。エビマヨ、エビマヨか。味があったりなかったです。ハルシカポンポン、海苔か。昨日のさ、サバサバ寿司の話。味付けだったりなかったり。そんなことある？あ、サバサバ寿司の話？別に何が言いたかったわけじゃない。何かを言いたかったわけではないけどな。あの、っていう子がいたよっていう話で。ハルシカポンポン、浮気した男がひどいよなって話なんか、サバサバ女子がすごいねって話なんか、ポコ行くよ、行くよさんも飯行くやつですね。そう、サバサバ系女子ってこういう人のことを言うんだなっていう話でした。浮気した男、やっぱ浮気になる。それは彼女と遠距離恋愛してて、で職場の同僚とご飯に行くのは浮気になるんすか。特待生、あ、リング3つ、あ、リング2つの。ちょ、今からあの装備整えようと思ってる。ネックレスは1個か。あ、これリングじゃん。クリティカルヒット確率プラス 13% 強くない？ネックレス、リング、リングスロットだ。え、もう1個欲しい。カビに。ただの職場の同僚ならいいけど、周知公に好意を持っている相手と行くのはダメなのでは？笑い。ハルシカポンポン、二人きりは浮気ちゃうんか。相手が気があること前提ならなおさら。あー、わー、これ難しいな。これ左手でしょ、左手でしょ。でも気分悪いよね。あ、気分は悪いか。まあ気分は良くはないか。難しいよね。リング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 、体力、防御上げとこかな。で、これシリーズ全部作って、
え？は？さあ？もうな、あと3個になっちゃった。はい。これじゃないか？ほら。強くない？これより、ほら、全然違う。え？本当に？ハルシカポンポン、イクヨさんは付き合ってる彼女が彼女のこと好きな男と二人きりで飯行ったって聞いたらえってならんのか。そうだな。それはえってなるかな。なるな。ってなるな。そういうことだね。ね。これと、ダッシュアーティスト、異常負荷を傷つけない現象。これ、こっちでしょ。ヒットする前、筋肉ダメで 2% 増加する。近接ヒットで筋肉効率すると短時間 50% 増加する確率プラス 2%。ってこと？こっちの方が良くない？あ、もう1ポイントある。え？結局両方に振っちゃった。両方振っちゃった。これでしょ？はい、はい、はい、はい。制作。ゆかちこ、それならそれでバレないようにしろよなぁと思うは。ああ、そうっすね。そういうことですね。それは。あ！ね、これ。野菜を食べなさい。底なしのじょうろ。全然底なしのじょうろはいらんが。わー、でもこれ。うん、どうしよう。で、調理。バフ強化。わー、熱い。プラス 4% 少ないための満腹バフを。バフ得。バフでバフ強化。え、絶対。ハルシカポンポン、彼女のこと好きな男の立場からしても彼氏いるのにホイホイ飯来てくれる子ならワンチャンあるなくらい期待するやん。ああ、そうですね。確かにな。そういう意味でもそうだな。よくはないな。それはよくないよ。はい。これでボスとバトろうと思います。ということで、ボスまではこの装備で行って、あっちまで行ったら、切り替えると。さて、行くか。危ねえ。これしてないわ。はい。あ、インゴットが足りん。マジか。いや、あるはず。お前じゃない。あるはず。あったー。やるー。やりますねー。違う。カンカンカーン。はい、すごく強くなりました。あたしすごく強くなりました。よし。行こう。目的地はここだな。ここだ。ここ。とりあえず、ボス、行きますか。今はそういうの取りたくない。いや、そういうなんか細かいの取りたくないね。もう取ってるわ。気にするなということだな。よし。ボス戦行きますか。どんなボスなんだろうね。アザゼル？スースー。ゆかちこ、呼んでますよ、アゼオスさん。アゼオス。ハルシカポンポン、まずボスに会えるかな。うん、そうだね。でもやっぱアイテム使ったら会えるんじゃない？アイテム使えば会える
はずよ。アイテムは正義。で、そのためにこれアイテム、だ、高かったもん、これ。これめっちゃ高かったよ。どこ行くよ。結構したよ。職場内で突き放したら居心地悪くなる可能性もあるし、一概には言えない。ゆかちこ、ちょいちょい見れてなかったけど卵作れたの？そのパターンね。卵作れました。ほら、大きくて光り輝く物体。どこ行くよ。今回なら女側の意見しか聞いてないし。あ、そう。そう、それもある。男性側の意見聞いて。ないしね。こういうのはやっぱ両方の意見聞き。いた。どこ行くよ。絶対に都合良いように話してますよ。まあそれはあるよね。それは当たり前だからね。ゆかちこ、どういう流れでご飯行ったのかにもよるけど。そう、流れの話は、あれよ、あら？あ、そっか。本来は同僚と4人ぐらいでご飯行く予定だったんだけど、ちょうどその日その男が残業入っちゃって行けなくなったと。で、それを、その4人ぐらいで行くメンバーの中にその女の子もいたんですね。で、え？で、行けなくなって、なんかかわいそうっていうか、私は一緒に行きたかったのにって言って、後日改めて、日を改めて2人で行ったと。ここをベッド置いたら寝れると思う？近すぎ？もうちょい離れた方がいい。ゆかちこ、いやそれ改めなくていいやろ。でしょ？そこ改める必要ないでしょ。そこなんて二人なんや。どこ行くよ。女ってそういう生き物だと思ってるし。ゆかちこ、複数で行けよ。だからその、まあ、仮にその子が B 子さんだとして、その子的にはちょっと彼女挑発してない？どこ行くよ。同時にほぼその男も下心あっただろう。男ってそういう生き物だと思ってる。男は下心で動くからね。下心おじさんだから男って。さて、はっ、なになに、あー避けた今。俺避けた。ウォーホーホーウォーホーホー、イエーイ。ちょっと待って、一撃じゃないですか先生。アドドレ先生、一撃です。一撃です。ちょっと待って、一撃。あ、え、待って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 、もういる、もういる、もういるんだけど。え、あ、ちょっと待って、あ、俺のベッド、わっ、あー、ちょ、俺のターン、あー、俺の墓標が、うわー、ちょっと、よし、帰ってきた。え、何してんの？それ何？これ何？ここ行くよ、気分よく出社ビンタ。うわー、ブランナー、ゆかちこ、青い石で回復するから青い石壊して。え？ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回行こう。もう一回行くの、これ。ちょ、青い石いっぱいあるんだけど、もうすでに。あ、オッケーオッケー、今いないわ。今チャンス。あれ、円くなったくね。ケンシン0811、ポコポコさん、気分よく行ってらっしゃい。円くなったくね。あれ、もしかしてもういないの、あの人。え？
これあの人もういない説ある？これ。え？ハルシカポンポン、また卵備えないと。嘘でしょ。いやでもまあ卵備えたところでだな、勝てる気がせんわ。ちょっと強すぎ？急に強すぎ？ユカチコ、ある一定時間離れるといなくなります。今結構一瞬だったけど、あ、固まった。大丈夫だった。じゃあまたあれ、これ卵用意しなきゃいけないの？そういうこと？ユカチコ、だから今までのサンボスはチュートリアルって言ったじゃん、わら。あー、サン。あー、サン。全然今までとレベルの違うやつが現れた。とりあえずこれ、でちょっとここ埋めとく。動きづらそうだし、埋めれるだけ埋めとく。あ、足りんわ。あいつ気持ちよさそうに飛び上がって。ユカチコ、アゼオスは装備と立ち回りちゃんと考えて挑まないと倒せません。考えたんだけどな、装備とか。電気に強い装備とかあるの？もしや。あ、ちょうどいいとこ。あー、助けて助けて助けて。いた。何さらしとんねん。何してくれとんねん。強いツルハシを持つ。おお、そうか。あ、強いツルハシ。確かに。これじゃダメなのか。もっと強いツルハシが必要っていうこと？私の持ってるツルハシじゃ力不足だよってことか。そう、なんかもっとなんか結構殴ってたもんな、さっき。足りんかったもんね。これじゃダメなんだな、足りないんだな。ただ明るいのはいいね。ここが明るいのはいい。明るいのは嬉しい。ちょっと待って、とりあえずじゃあここ埋めちゃおうかな。埋めちゃおうと思います。橋渡して埋めちゃおう。ユカチコ、ボッコンボッコンにやられた。行くよにルンルンしてソロ墓地稼働します。本当にボッコンボッコンにやられたよ。ルンルンしてソロ墓地稼働します。あ、ユカチコさん、じゃあ今日も一日良い一日になりますように。また明日ね、気をつけてね。この S カンチノフ、チコネイ、いってらっしゃい。検診08いってらっしゃいです。ユカチコさん、いってらっしゃい。ちょっと鼻噛むわ。
さて、タカタカダオ、採掘ダメージ1900でも3発なので採掘スピードを上げた方がいいですね。採掘ダメージ1900でも3発、採掘スピード上げた方がいい。はい採掘スピード、なにちょっと待ってよ、まあ、箸持ったまんまじゃん。何入ってきてんだよ、いつの間にそこに生えてんだよ。ぐらい、ちょ、これ家あ、違う、よし、これで大丈夫だろう、これで大丈夫だ。で、橋渡しといて、橋渡しして、全面じゃなくてもいいから、別に。全面じゃなくてもいいな、ある程度で。本当に？え？うわ、邪魔ー、これ、この岩邪魔ー。しようか、どうやって戦おう。あれ、あ、もうなくなっちゃった。これ惚れてる。考えなきゃいけないのか。とりあえず、採掘か。採掘しなきゃいけないか。採掘。採掘と防具か。採掘と防具だ。一回帰ろう、家に。で、また考えよう。一回帰って考えて、また来よう。採掘スピードを上げた方がいい。移動スピードを上げた方がいい。ハルシカポンポン、早めって何時くらいまでなん？あ、今日？9時40分45分ぐらいに終わろうかなと思ってます。
ポンポン、ジャンキンが終わる時と同じくらいやな、よ。そうだな、確かにな、ジャンキンで心が折れるのと同じぐらいって、ね、それぐらいです。そう、今日うちのもう一人のあのバイトの子が、まあ、大体朝オープンしてくれてるんだけど、その子が今日お休みなんやな。そう、それでちょっと早めにね、行かなきゃいけないですよね。こう思ったんだけど、意外と、いた、あれ、なんかいっぱいいる。詰まってない、そこ。いや、どうしよう、アナザゼル。どうやって出そうか。何か食べないと。とりあえず、え、こんなにこう壊せないの？あ、剣だったわ。ですね、今作れるものを見よう。私が何が作る、何これ、レッドスライムの像、なんか手に入れた、なんか新しいの手に入れた。こんなところに、ん？これ、よし、よーす。ハルシカポンポン、それブリキ？今のは、いや、今のは多分銅ですね。多分銅っぽかった。この根っこってやつは。これさ、壁で、例えば壁で覆えばその範囲しか生えないんかな。思ったんだけど。ポックだ、根っこの種、例えばここにこうしてさ、これも水あげなきゃいけないかな。こうして、タカタカだお、熱いので銅はどうですか？熱いので銅はどうですか？いえいえ、どういたしまして。いえいえ、どういたしまして。ハルシカポンポン、子供の桃鉄に付き合わされて寝不足やわ。ああ、ちょっと待って、硬い。硬くて。いいじゃないですか、一瞬桃鉄。
あ、違う、ここじゃない、間違えた、間違えたし、この壁ちょっとめんどくさいな。何年でやってるんすか、桃鉄。やっぱ年数によってあれ全然違うもんね。いつも100年でやるっつって100年で始めて100年やりきったことはないわ。こんぐらいあればいいか。あーで、これもやっとこう。はるしかポンポン、だいたい三年だがもっと長いのやりたい、言い出してる。あーなるほどな。あ、3年だったらその時、その日で終わるもんね。こうやって囲んであげればさ、収穫しやすいんじゃないかなって思って今加工としてるんだけど。ドアがない。オノエスカルチノフ、もっと大きく囲ってもいいすよ。あ、そうなの？これでちっちゃい？ハルシカポンポン、昨日は夏の台風でまさかの物件全滅して負けました。辛いね、それは。桃鉄は無慈悲だからな。時に突然なんかその災害が起きて、災害でやられるもんな。あ、ちょ、入れない。これでいいかな。あれ、こうだ。はい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 、よし、伸びるがいい。どうせならこっちだったな。ここら辺に、ここら辺に種だったな。間違えたな。今から、今からやる。あれ、ハルシカポンポン、ただ令和版みんなデザイン可愛くなって違和感やわ。桃鉄はあの芋っぽさが好きだったのに。あれ、あ、ここ、あー、ダメなんか。じゃあ、じゃあこれでいいや。多少の効率はもう目をつぶろう。あ、令和版ね。そう、だいぶデザイン変わったもんね。そう、あの桃鉄はあの芋感が大事だよ。あの芋感が、あれがザ・桃鉄だったよね、はあ、次安く売ってくれるとかない、ないな。 OK、 分かった。だから作れと、いいやつを。これだって今持ってるでしょ。する、シャベル、うん、で、クワ？クワか、 3×3 マス耕せる釣り竿、リュック、ランタン、ここらへん？熱いたって何ですか？自動作業台、上流台、上級部爆発物。いやー、厚板ってなんだ？厚板ってなんだ？卓越した装備を製作する伝説の作業台。オクタリン、サンゴ、厚板。厚板ってなんだ？ボート。厚板！厚板！
暑いたばっかりじゃないですか。え、暑いたってどもう一個あれかい。これなら使え、これも暑いたか。オノエスカルチノフ、木材をチェンソーで加工すると厚板になる。あー、チェンソー。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 ハルシカポンポン、チェンソーマン行くよ。オノエスカルチノフ、ドリル作るとこで作れる。チェンソー、ドリル作るところでチェ。チェーンソー、チェーンソー、チェーン作れません。ちょっと待って、あーと、もしかこっちか。あ、ごめん、そこじゃなかった、わら。ここが、ここが建造物発電機。あ、これか、ティーブル層か。タカタカだお、電気代、電気代、これか、これだな。作ったテーブル層、マイティー層。あれ、うちの発電機、うちの発電機、そうだ、こっちに行ってるんだった。発電機もう一個作れってこと。発電機もう一個作れってことだよね。わざわざあそこまで、わざわざあそこまで行ってねえ、木材加工すんのもねえ。発電機、木の板、さらにサンゴの木の板、木材1個、全部言っていいかな。とりあえず 100個ぐらい言ってみるか。あー、時間かかるやつですね、これ。時間かかるやつだわ。あー、でもこれで厚板できた。厚板、厚盛りみたいに、厚盛りみたいに。これ何？全然いらないな。全然いらないな。ちょっと種とかきれいにしてくるわ。キャロック。あ、ジョウロもいらない。ほんでもって、こういうのもいらない。俺の墓石コレクションどこだったっけ。あった。あとは、あとは貴重品か。またこういう、ああ、ああ、はい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 、はいはいはい、爆弾。うお、なるほど。結構強、いや、強くないんだ。ダメージ量的にそんな強くなかった。あ、できてる。厚板が。
電線、レバー、圧力プレート、微弱な電力を発生させる。へぇ。ランプ、ダイナマイトパック。へぇ。自動ドア。はいはいはい。まあそこら辺は、とりあえず置いといて、トロッコでしょ？なんかさ、スプリンクラーみたいななかったっけ？自動水やり機みたいな。ほら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 。水をまく便利な装置。ちょっとスプリンクラー設置したくない？スプリンクラーおじさんになりたい。これ思ったんだけど、ここに設置したら、あーダメなんか。ここは？あーダメなんか。ないわけじゃないね。ないわけじゃないな。いやちょっと待ってよ。これがもういらんのじゃね？これいらんな。どっちかっつうとこっちの方がいるもんね。はい、スプリンクラーおじさん。まず、あれ？勝手に水撒いてくれるじゃん。あー少なー、範囲狭ーい、範囲狭ー、あーどうしよっかなー、範囲が思ったより狭かったなぁ。どうしよっかなぁ。こいつはどうしよっかなぁ。え、ちょっと待って、これ電力いらないの？もしや。電力いらんくね？ってなると、ってなると、ってなるとよ。ここ？あー、なるほどね。はいはいはい。一二、ここだ。はいはい、1、2、ここだ。2マス、1、2、3、4、5マス、ここだ。あえ、あ、もうなくなっちゃった。はい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 。1、3、4、5、1、3、4、5、1、2、3、4、5。へえ。こうか、13。なんかかぶってる？あ、ちょいとかぶってる。まあ、いっか。で、ここにもう一個スプリンクラー置けば、いい感じだよね。よし、あとはもう、あとでしよう。後のことは後の行くに任せるわ。
どこやっぱり。新しいのが増えた。熱いた。これのおかげで。ボートじゃないだ。これか。ついの鍵。いや、違う。上級ポーション爆発物。違うな。え、何のために俺熱板作ったん？え？何のため？何のための熱板？貴重品いらない。あ、俺何ボタン押した？今何ボタンでそれになった？ R かな。よし、 R だ。 RRあ、そっちはダメなんか。 R ですね。え、何する。結局あれはどうやって倒したらいいんだ。目指すはそうだな。掴んだものを別場所に置くことができる。これ作動には電気が必要って書いてなければ発電機いらないのか。もしやこれだっていらんかったもんね。そういうこと？必ずしもどれも電気使うよってわけじゃないの。これは電気で開くって書いてあるわ。電気で明かりをつけることで発電機。電気が必要。外部トリガーで安全に爆発させることができる。たかたかだ。電気棒。同じものが入っていれば9で箱に入れる。9で箱に入れる。お、9、9ね。おー、それは便利だわ。ちいちゃん、あっちまでカチャカチャしに行かなくていいってことですね。うん、あ、圧力プレート。はい。まあ何にせよちょっと進んだ。ちょっと話進みましたね。
ウェーメロメロボーイワーナワーナレーレーあ、これ作ったな。これも作った。これ作ってないけども、うん、これはもうあれしよう。タカタカだお。これも、これも別にだろうな。うわ、伸びてる伸びてる、いいっすね。うわぁ。明日木曜日。もう木曜日早くない？もう一週間経つんですよ。うん。なんかこの1週間あっという間だったな。金土日は忙しかったし、月曜日もまあまああれで、火曜日が昨日か、このエスカルチノフ今日水曜ですよ。で今日水曜ね。一瞬ですね。一瞬だよ1週間って。最近特に早くなってきた気がする。キノコの山、いただきまーす。0811、あれケツバットが、あれケツバット不発だった。タカタカだお、キノコの山万歳。うん、キノコの山がビスケットだったっけ。でタケノコの里がクッキーかな。うん、うん、さあこのこのマイホームをどういう風にしていこうかな。あと分かった、これさあこういうのとか多分起動してないと、このゲーム自体を、ゲーム自体起動してないと掘らないよね、多分。だから開きっぱとかであれしてたんか、ゆかちこさんとか。一緒水やってる。スプリンクラーに合わせて、スプリンクラーに合わせて農業しようとする男。あとはまた後だな、これは。
ここがまた後で考えよう。ねえ、あと何しようと思ってたっけ。うん、これで採掘ダメージ、300ちょい。であのボスのあれは多分あれか、採掘ダメージどうのこうのように回数が大事ってことか。あとは ね、ぶっちゃけあのボス倒し方じゃないけど戦い方はね、ちらっと見たことがあってね。タカタカだお、叩く速さすね。叩く速さか。ってことはダガー？だからあそこにダガーがあるのか？ダガーがいい感じということかな。よしよしよし、だが早いかな、そんだけこれ一回作っ、でも作ってみんの。もしくはこれ、コーラルウッド、コーラルウッドで、コーラルウッド集めて、これか、50で、オクタリンのインゴット、オクタリン、あれ持ってなかったっけ、オクタリン、あるじゃん、あるじゃん。だから行く前に10、10、5、全然足りんかった。ああ5、5、5、考えろ、考えるんだ、行くよ、考えるんだ。5個か。ハルシカポンポン、考えるな、感じろ。5個、あと5個、取ってこいって。今度にしよう今度にします。タカタカだお、鉱石を叩く速度が速ければ同じ3回でも。タカタカだお、ですね、感じましょう。そういうことね。手ってどうやったら速くなるんだ、この子。
スキルですか。春鹿ポンポン、今やれ。はい、今行きます。いやほら、あと10分ぐらいしかないからさ、10分ちょいしかないじゃん。5個かと思って。明日やろうはバカ野郎だということを何度聞いたことか。やるな、あ、ちょっと、ご飯ない。これは早く行って早く帰ってこよう。それだ、ご飯置いてきちゃった。ちょっとだけお腹が膨れたわ。5個ね、5個、5個分。これ遠いな、これなんとかなんとかシュッていける技ないかな。スッて言ってスッて帰ってこれる。何回だってこれから往復するんだろうな、ここ。え、何か食べないと。ちょっと待ってくださいよ先生、そいつは話が違うんじゃないですか。ね、マジでやばいかもしれん。はっ、今欲しいドリル。待った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 、ポーションもあるけど、ポーションもあるけど、やばい、お腹やばい、ちょ待って、ピンチピンチ、お腹が空いて仕方ない、ピンチ。ピンチ。あー、食べれない、やばい。あ、咲いてんじゃん、咲いてんじゃん。うわ、全然お腹膨れない。あー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。先生、先生、ちょっと待って、戻るわ、戻ります、一旦戻ります、お願いだから。お願いだから。いやー、あんたらと遊んでる場合じゃないんだ。あんたらと遊んでる場合じゃない。戻って料理しましょう。ちょ、これでなんとかできない？どうの因果。春鹿ポンポン、ピーマンラップはどこ行ったんだ？ピーマンラップ置いてきちゃった。ピーマンラップ置いてきちゃった。危な、無理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 、おまおま、あ、はは、やったーでもないな、やったーでもないわ、やったーでもなかった。ハルシカポンポン、このダンジョンは大きなパンは床落ちしてませんよ。大きなパン床落ちしてないな。自分で持ってくしかないもんな。間に合え。
うちのご飯どころまで。あなただって料理人でしょ。一応職業料理人なんですよ。うちの子、はい、今日この子料理人なんですよ。こう見えて。え？頑張れ、もうちょっとだ、もうちょっとだよ。なんか動きが遅い気がするよ。あ、めちゃくちゃ遅いよ。ポンポン、料理人がガシの月。めちゃくちゃ遅いよ。危ない。帰ってきた、帰ってきたよ。そこじゃないよ。危ねえ。うぃうぃうぃ。ハルシカポンポン。危なかった、マジで危なかった。あー怖かった。9か。あーいいですね。あーいいわ、これいいわ、こりゃいい。うわーし、危なかった。本当に本当に危険だったわ、ね、やっぱりドリルだな。ドリルが必須。ドリル作ってあっち行きたいんだけど。あ、違う違うけど、持っていけばいいんだ。そういうことだ。こっちのをこっちに持ってって、であっちに置いて、また帰ってきて作ればいいんだ。そういうことだ。こうしといて、でこれはあっち持ってって、あっちで掘って。なんて天才なんだ。賢いわ。そういうことだわ。ということで、それはまた次回のお話だ。今のうち壁そこら辺に落ちてるよね。うん、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。終わりにしますかね。あ、ちょっと待って。はい。ということで、ハルシカポンポン。ちょっと早いんですけど、明日はね、明日 DB でそういえば新しい新チャプター来たんですよ。新キラーと新サバイバー。だけど、エピックスでやろうかな。どうしようかな。朝からエイペックスか。デドバか。ハルシカポンポン、草。で、デドバは、13日超えたら、ちょっとキラー本格的にバリバリやって、ポンポン、あやいち目指そうと思います。サトピは午前中は寝てるからね、来ないですね。サトピは来ないよ。明日で、来週は来週は夜飲み会しようかなと思ってて、あのリアルの方ね。昔あの中学校の時の部活の先輩後輩呼んで新年会しようと思ってまして、が来週の木曜日で、再来週がディスコードつないでディスコード飲み会しようかなと。
思っているところでございます。はい、そういう予定です。だから明日2周年記念か。そうそうそう、今月末ね、2周年記念のディスコード飲み会。そうね、もう丸2年だよ。丸2年、早くない？配信始めて丸2年、あっという間だな。2年って早いよ。ハルシカポンポン、ワイも行かねばな。あ、もうぜひぜひ、来れる時間に、一応ね、6時ぐらいから飲み出そうかなと思ってるんだけど、11時ぐらいまでぼちぼちなんか飲みながらダラダラできたらなと思って、でその間に来れる人はタイミング見てさーってちょっとこう来てくれたりしてくれると嬉しいかなと思ってますね。それが今月末の再来週の木曜日行けたら行こうかな。そうそうそう、それぐらいでそれぐらいで、で来れたら来てねーぐらいで別に喋れないからっつって何コメントでもいいし、その聞き戦でもいいし、何するかはまだ何も決まってないですけどね。まあ、またあの行くよレース、行くよ、え、行くよレースもしようかなと思ってます。はい、まあまたそれは近くなってきたらまた話そうかな。ということで、まあ、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。仕事行ってくるわ。今日一人少ないんだ、スタッフが。その分頑張らねばだ。ハルシカポンポン、30万か、了解、お疲れした。じゃあ、待って、30万じゃ、行かないで、早い。自分の言いたいことだけ言って、さあ、どっか行ったけど、違う、30万ではないです。了解しないで。まあ何せまた明日お会いしましょう。では皆さん、今日も一日良い一日になりますように。原神0811、お疲れ様でした。気をつけていってらっしゃい。タカタカダオ、お疲れ様でした。はい、ケンシンさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。行ってきます。お疲れ様でした。タカタカさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ゆどみはい、踊りさん、お疲れ様でした。行ってきます。じゃあ皆さんも気をつけて、今日も一日良い一日になりますように。はい、けいでした。ではいってらっしゃいです。また明日。